難しいね。ねえ。何これ。え。待って、出汁が売ってるよ。本当だ。これ岡山の。なんか使ってるね。なんか魚おるんだけど。やばくない？これちょっとお土産で買っていこうかな。うどんの。玉かけご飯に向いてるらしい。やばー、何これ。買ってみようか。何これ。せっかくだし。推し道楽だって。きあご。あご。すごい。ちょっと待ってよ。自販機が。え、これ何？この。醤油？あ、これ昆布じゃない。あ、そうだね。昆布だし。え、絶対こっちやな。うん、それで。じゃあ。えい。ちょっと味見してみてよ。マジ？ちょっと待ってよ。味、ドントドリンクって書いてる。あ、いや、ドントドリンク決して飲まないでくださいと。まあ、これ、それこそ醤油って書いてるけんな。あ、待って、こんなのあった。あらまあ。あ、いかんじゃ。あ、さすが。YouTube に優しい。はい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 、ありがとうございます。はい、ちょっと。あ、めっちゃ魚臭い。魚臭い。魚臭い。マジで。うわー。飲んじゃいけんわ。めちゃめちゃ濃い。これ多分相当薄めないとダメだよね。多分これあれだわ。飲んでうわーってなってここで水買うやつよ。そうだな。罰ゲームにもちょっと程があるという。あー、濃い。あ、でも美味しいと思う。なんか普通のうどんもだし、なんか喉に美味しいと思う。本当に美味しいと思う。これ美味しいと思います。卵かけご飯とかそういうなめ物とかそういうものに使える。味噌汁の隠し味としても使える。まあうまみだしみたいな。そう素晴らしい。でもこれ面白いな。これだし道楽。これだしということです。あ、待って、広島県産なんです。あら、ま、岡山じゃない。岡山じゃねえのかよ。じゃんじゃん。はい、ありがとうございます。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。